はい、皆さんこんにちは、ホルン吹きの鳥ですね。前回ですね、香港の動画をだいぶ前に上げたんですけどね、それからですね、マカオも行ってきたので、遅くなりましたが投稿させていただきます。よろしくお願いいたします。香港からですね、日帰りで船で、この度マカオに行かせていただきました。これもツアー全部込みでしたね。あの船とかめちゃくちゃ揺れてですね、正直気持ち悪かったという印象しかありません。ということでですね、一旦香港とはお別れになります。また後でね、待っててね。ということで今からマカオへ向かっていこうと思います。よろしくお願いします。そもそもね、マカオってどこにあるかなっていうことで、まずこれ日本ですね、韓国と東シナ海渡って台湾ですね。でこれが、1日目行った香港。お、マカオという字が見えてきました。これですね、もう中国の中国大陸のお腹にあります。そうですね、もう中国のこの南のところですね。ちょっとズーム下手ですけど、で香港の、今回この香港島のところからフェリーでぐぐぐぐとこの海を渡って、マカオの方へ行ったということでね、あの世界遺産とエンターテインメントの街ということへようこそマカオへ。なんか着いた。ラーメンのマカオ来てかな。バスの中に置かないでください。降りる際には人に持ってきちゃいただくということで、私もそうしますし、皆さんも、そのようにしてください。ただしいらないですね。はい、ということですね。まずあの世界遺産とエンターテインメントの街ということで、まず世界遺産の方から、巡っていきたいと思います。ね、結構ね、歩きました。でも あまり疲れないぐらい本当に楽しいものばかりでした。はい、まず最初に行ったのはこれですね、セーポール天守跡でございます。というか門しか残ってないんですね。これ非常にでかいんですけど、見てください。これキリスト教の教会なのに漢字が書いてある。まさにこれがマカオの文化ですね。ヨーロッパと中国の文化が混ざってる独特の文化です。ちなみにこの壁もですね、外敵から守る壁だったと。でこれも実は世界遺産だそうです。びっくりですね。もうあちらこちらに世界遺産があるというのがもうこの地域マカオでございます。どんどん楽しんでいきましょう。ココナッツ行こうと思います。マカオのお金これですけど、なんとこの20の紙幣の目の前、そうなんです、建物の目の前でこれを使うことになるので素晴らしいですね。よっしゃ、買ってみよう。だすごい贅沢な気分。あー、でもそんなに美味しくない。美味しくないとか言っちゃった。もうこの贅沢感がもう最高っすわ。そうですね、あちらこちらにですね教会もありますしね、本当にね、すごい。なんて言ったらいいんだろう、もう行ってみてくださいとしか言えないですね。はい、これもちょっとしか通ってないんですけど、世界遺産セナド広場です。なんと工事中でした。本来だったらね、こんだけ綺麗な建物というかその広場なんですけどね。はい、次はマーコー廟ですね。これマカオの名前の由来になった場所とも言われてます。ここすごいね、個人的にはすごい気に入ったんですけど、綺麗ですよね、なんかこの色合いといい。なんか日本人にもこう親しみを感じやすいこの建物になっておりますね。まあ、個人的にかもしれませんが。もうちょっと燃えるよね。
ではマカオのカジノにやってきました。本当に綺麗ですよね。でちなみにマカオのカジノは21歳からしか入れないということで、私撮影時ギリギリ21歳だったということでですね、1年早かったら入れなかったですけど、カジノに来ました。で今回100ドルだけかけます。1400円。でこれがいくらになるかっていうのをちょっとまあ私の予想を言います。一瞬で負けますですけど頑張ります。よろしく。楽しいじゃない。だから撮影禁止なので、だけお様子はお届けできないんですけど、もしよかったら行ってみてください。大変な目に遭うと思います。さよなら。結果なんですけど
まあ25ドル儲かったんですけど、あ、儲かりました。買う近いわ。まあ、一番簡単なストラクトマシンを、ね、あのツアーの人に紹介してもらって、まあ、最後150まで行ったんですけど、最後の最後よく出ちゃってですね、でも25は儲かりました。25っていうと300円ですね。まあ、350円でできることって考えると、まあ今日のご飯はちょっと豪華になるかなっていうことで、ということでありがとうございました。はい、ということでこれでマカオンの旅は終わりです。で、香港に戻っていきます。で、帰りもフェリーなんですけど、これ以外に動画が残ってなかったということは、爆睡していたか気持ち悪く酔っていたかのどっちかです。記憶にありません。1年越しの小籠包、台湾でね、ぜひ食べた時は、まあ、スープをね、割ったらもう全部下に伸ばしてあったっていう。大失敗起こしたので、もうちょっと今回うまく食べられるようにしようかな。今度は目が来ました。召し上がります。なぜか小籠包の動画がない、リベンジできてない。ただこれは美味しかったですね。アングルがちょっと微妙ですが、顔が気持ち悪い。とても薄味で、こう優しい味がします。本当にね、美味しいですよ。ワンタンもいただきますので、ここに。大きいな、持ちにくいな、これ。俺ワンタン好きなんだよ、最近。いいね。Very good。買っちゃった、買っちゃったぜ。詰まってるんだけど、最終日の朝で、なんか本当はね、もう12時とかにホテルを出て空港にのんびり行くっていう予定だったんですよ。で、まあだからそれまでゆっくり食べて、まあ朝、あ、昨日と同じようなバイキング食べて、まだですね、なんかちょっと屋台にでも行って食べようかななんて、こういい人に思ってたのですが、ツアー会社の人もですね、やっぱりいろいろ私たちのことを心配してくれてるんでしょうね。デモ隊、やっぱり週末になる金曜日なので、本日土曜日に向けて、まあ特に予告はされてないんですけど、何かあるとまずいということで、我々のことを考慮していただいて、10時集合になりました、ホテルにね。今8時20分ぐらいなんですよ。あ、ちょっと忘れちゃった。なので朝の方向ちょっと歩いてます。まあ朝だったらデモがあることなんてまずないです、多分ね、わかんないよ。だけど、まあ今の感じ大丈夫でしょうということで、いろいろね、残ったお金のお土産買ったりいろいろしたいと思いますね。17.99、安くの300円ぐらいだよ、あれ。まあ丸焼きもあるし、ちょっとローカルな位置は来たんですけどね、最終日に、まあ、すごいですね。朝の1枚見つけました、クッキー、美味しそう。50円ぐらい、めっちゃ安いね、いいね。はい、こちら香港国際空港です。デモもあってか非常に警戒が強まっています。ただね、時間はかかったけど何もなく入れました。で、今回デモに会うこともなく無事過ごせました。本当に楽しかったです。香港編とマカオ編、ご視聴どうもありがとうございました。次回はですね、韓国旅行編をなんと出したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。バイバーイ。